こんにちは、ブラックパンダです。今回やっていくのはこちらです。よっ、収まれ。はい、画角変えました。今回やっていくのはこちら、キャノンの MG7530 っていうプリンターですね。こちらね、ジャンクで買ってきたっていうわけではなくて、知り合いからいただきました。症状は通電して電源は入るんですけど、すぐ落ちちゃうっていう症状みたいです。早速動作確認していきたいと思います。はい、今、電源のねアダプターつなぎました。ここかな、タッチでいいのかな。ああ、電源入りましたね。聞く限りではこの状態でしばらくしたら電源が落ちるみたいなんで、少しねこのまま置いておきたいと思います。あれからねしばらくつけてるんですけど、全然電源が落ちる気配がありません。で、一応ちょっと調べたんですけど、これね、もしかしたらね、その内部がどうのこうのっていうよりかは、その Wi-Fi をつないでいると、そのサーバーとのやり取りでこいつが止まっちゃう時があるみたいなんですよ。このキャノンの製品のページにそういう記述がありました。で、それがね6月の1日からこのプリンターの電源を入れてもすぐに落ちてるっていう症状が、この、型番のね MG7530 で発生しているみたい で、6月7日以降は、そういった現象が解消されたっていうことになってるんですけど、で、そのね知り合いに聞いてみたところ、6月に入ってから調子が悪くなったとのことなので、おそらく、それが原因だと思います。っていうことは、これ壊れてないので、これ返そうかっていう相談をしたんですけど、もう新しいの買って、もうこれ不要みたいなんでね、これはもうもらえるとのことなので、どうしようかな。とりあえず壊れてないんですけど、このままだとまた不具合がね起きる可能性もあるので、このプリンター自体のファームウェアを最新のファームウェアに書き換えて、で、ヘッド、このインクのヘッドですね、が、の詰まりとかがないかね、整備していこうと思います。ではね、先に、これね、無線 LAN の設定をして、ファームウェアをね、最新のものに書き換えていきたいと思います。無線 LAN 接続しました。で、これからね、ファームウェアを、最新のものにね、書き換えていくんですけれども、まずね、この画面、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、この画面、セットアップを押して、本体設定、ファームウェアのアップデート、これですね。で、アップデートの実行。で、この最新のね、ファームウェア、があります、アップデートしますかの画面になるので、これをはい、アップデートで時間がかかります、アップデートが完了するまで本製品の電源を切らないでください、等の表示が出るので、これでアップデート開始ですね。こちら押します。この状態でしばらく置いておきます。はい、一度ね電源が切れて、ドキッとしたんですけど、ただ再起動しただけでした。これでアップデートに成功です。 OK を押します。はい、ファームウェアの書き換えが無事終了したので、このねセットアップメンテナンスですね。で、ここかノズルチェックパターン印刷でちゃんとねインクが出てるかどうか確認していきたいと思います。はい、おー、びっくりした。はい、印刷で出てきたのがこんな感じのやつですね。特に問題はないように見えますね。各色のパターンはどちらに近いですかっていうことですね。これね、もう一度よく見てみると、ここに横ラインがね入ってる色がね何個かありますね。ここもまあ若干薄く入ってますね。こっちの方はね
大丈夫だと思うんですけれども、まああまり今気にならないっちゃ気にならないんですけどね。まあこういうちょっと横線が入っているので、ここのパターンの選択ですね、どちらに近いですかっていうところ、この B があるっていう風にやってみます。するとですね、このノズルが詰まっています、プリントヘッドをクリーニングしますかという表示が出るので、ここをハイにしてクリーニングを開始します。クリーニングが終わればまたね、この紙を印刷して違いを見てみたいと思います。クリーニングが終わってもう一度印刷してみました。これが今出てきたやつで、こっちがねさっき印刷したやつですね。あんまり変わってないような気がしますね。そうですね、このラインはやっぱりはっきり見えますね。まあぶっちゃけ、まあ、気にならないっちゃ気にならないんですけど、もうちょっとね踏み込んでやっていこうと思います。次はねこの強力クリーニングっていうのを試していきたいと思います。インクを多く消費します、実行しますか。はい、よし、これでしばらく様子を見たいと思います。はい、強力クリーニングの方も終わりましたが、あまり変わらないですね。こっちが今ね、こっちが強力クリーニング終わった方のやつで、こっちがね前のやつです。全然違いが分かりませんね。全然多分これでも使えるんですけど、調べたらヘッドをですね、取り外ししてもう直接洗えるみたいなんですよね。なので、まあ、今回ね、まあ、尺の都合ではないですけど、まあ、結構ヘッドがインク詰まりで印刷できなくなるっていうことが、まあ、結構あるみたいなんで、どの機種に対しても多分共通だとは思うんですけどね、そのヘッドの詰まりっていうのは。まあ、以前、まあ、動画にはしてないですけど、別のプリンターヘッドがね、インク詰まりでっていうので、まあ、一応取り外しして洗浄して出るようになったやつが過去に1回あるんで、こいつもね今回ね、まあ、もらったものなんですけど、一応今後ね我が家で使っていこうと思ってるので、まあ整備のね一環ということで、ヘッドのクリーニング取り外ししてね、直接洗ってクリーニングしたいと思います。プリンターの、カバーですね、ここを開けるとインクが出てくるんですけど、まずねこれを全部取り外ししないといけないのかな。よいしょ。でこの点滅してるねこの黄色イエローですね、こいつはもう多分ないので、交換しないといけないですね。でここのカバーかな、ちょっとずらしてか、ちょっとずらしてカバーを前に、ここのカバーをね前に出す、結構力いきますねこれね。 OK で、そうするとここにね出っ張りがあるの分かりますかね。こいつをつまんで手前にこれですね、この出っ張りつまんで手前にくるっと引っ張り出すと OK、 じゃあ基板がねこう上向きで出てきます。これがヘッドですね。こいつを直接洗っていきます。はい、ヘッドはですねぬるま湯で洗っていきます。こういう感じでねガンガン洗っていこうと思います。するとねもうすぐにねもうインクがねついて真っ黒になってますね。まあこれをね繰り返して、まあ、綺麗になるまでやっていきます。はい、ある程度綺麗になったらねここのネジも取って、さらに中も洗っていきたいと思います。ここを取るときですね、ここフレッキーケーブルがつながってるので、こう慎重にねやった方がいいですね。よ、中がねこういう感じに見えますかね、こういう感じになってますね。ここからね多分インクが出てくると思うんで、ここをね、水で流していきたいと思います。あ、出てきたな、やっぱり色が、これで、ね、かなり綺麗になったと思います。ただね、まあ、ここのネジを取って中まで洗うっていうのはそのあまり効果があるのかどうかわからないし、このやっぱりフレキのねこの接続部分が、なんか取れてしまわないか怖いので、
ここは別に取り外さなくても大丈夫だと思います。それではね、もうインクがほとんど出なくなってきたので、このまま乾かしてまた取り付けやっていきたいと思います。ではね、綺麗になったこのインクヘッドですね、こいつを取り付けていくんですけど、取り付け方はね簡単です。さっきとね逆の手順です。この基板をねちょっと上向きにして奥まで行くと、ここでねくるんと反転するんで、そのままカチッとね押し込むだけです。これで OK です。であとはインクをまた乗せていくと、OK で、こいつを戻す。 OK、 ちゃんと点滅しましたね。よし、これでねもう一度このノズルチェックパターン印刷、こいつを行って、さっきとね違いがあるか確認してみます。はい、ということでこっちがね今印刷したやつで、こっちがヘッドをね洗う前に印刷した分ですね。まあ、全然違いがねないですね、一緒ですね。まあ元々ね、インクヘッドの詰まりとかなかったんで、まあそこまでねする必要はなかったのかなとは思うんですけれども、結構ねインク詰まりで印刷できなくなるっていうことがね結構あるので、まあ先ほどのね方法でやってもらえればまあ治るのかなと思います。でまあ今回ねこのプリンターなんですけど、まあ電源が入らないとのことだったんですが、蓋を開けてみればね通信でそのサーバーとのやり取りの関係で、まあこいつがねフリーズしてしまって電源がね落ちてしまうっていう症状でした。最初電源の故障か何かかなと疑ってたんですけど、まあまさかのね、まあそういった症状だということで、こういうことってね結構あると思うんですよね。一度動かなくなったらねメーカーのホームページ、まあそういったところにね掲載されていることがあるので、見てみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい、ということでね今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。